では次に大切な思い出。よし、早速準備開始だ。カイリーたちは何をすることにしたの？仮装だよ。ハロウィンの時仮装したことがあったの。ソフィーも魔女の仮装したよな。よく似合ってたぞ。ソフィーどうしたの？何度も言ってるが、僕は仮装してるわけじゃないからな。うん、言われたの覚えてるよ。それじゃあなんだ？マント触ってもいい？確かにとっても手触りが良さそうだよね。ダメだ。ソフィー、我慢しましょうね。じー。僕のマントを引っ張るのもダメだ。リオンにも断られちゃった。ねえソフィー、マントもいいけど、トーサ、スタンさんの髪もすごく手触りいいんだよ。そうなの？気になるなら触ってもいいぞ。うん、ふさふさ。アスペル、シェリア、ふさふさだよ。ソフィー、よかったな。スタンもわざわざありがとう。いいっていいって、よく触らせてくれって言われるんだ。私もふさふさしたいな。私もふさふさしたい。俺にもまた触らせてください。あはは、みんな集まってきて、なんだか故郷の羊たちのことを思い出すな。ふふ、スタンさん、みんなのお兄さんみたい。胸があったかくなってくるよ。うん、そうだね。私も家族、お兄ちゃんのことを思い出しちゃったよ。あれ、そういえばルーティーは？にしし、イリア、あんたなかなか切れ者ね。いしししルーティーもね。これうまくいけばアークで大儲けできるわよ。うわ、あっちの二人見た途端胸がざわざわしてきたよ。ロゼに続いてまたルーティーに気が合いすぎる友達ができちゃったみたいだな。イリア、何するの？うっさいわね、おたんこるか。あんたには関係ないでしょ。え、僕何も怒られるようなことを言ってないのに。二人は相変わらず仲がいいみたいだね。僕としても嬉しい限りだよ。どうしてそうなるの？けどコンウェイさんの言う通りかも。喧嘩するほど仲がいいって言うよね。それじゃあ二人はとっても仲良しなんだね。ちょっとルカ、あんたのせいで勘違いされたじゃない。それもイリアが原因じゃないか。皆様、ここにいらっしゃいましたか。リッピ、どうしたの？リストさんを見つけたんだけど、目が合うなり逃げられちゃって。まったく、野良猫かっつんだよ。こっちの方に向かったと思うんだが、見てないか？うん、こっちには来てないわ。困りましたね。足取りがつかめなくなってしまいました。リッピーと俺の探知にも引っかからないなんて、あいつ何者なんだ？こういう時はあの人に相談してみようか。では次に懐かしい出来事。またディストが現れた。アークの人々も学習するということを知りませんね。どうする？またわけのわからない実験とやらでアークを引っ掛け回すかもしれないぞ。
感謝祭のためにおとなしくしてほしいって説得したらどうでしょう。そんな人間のような扱いをしても無駄でしょう。そんな言い方、リストは私をアジトに案内しようとしてくれたり、いいところもあると思うのに。やれやれ、それではちょっと手を打っていきましょう。皆さんはあのひしゃげたトンビのことは忘れて、サプライズ計画とやらを進めていてください。よかった、やっぱり専門家に任せるのが一番だね。けど念のため警戒はした方がいいと思うな。ディストはキモくて神出鬼没で、キモくてしつこくて、キモくて鼻垂れで、キモくてありがた迷惑なことしてきたりもするから、相変わらず辛辣だなアニスは。それじゃ警戒しておくに越したことはなさそうだな。僕たちはもう一度ディストさんを探してみるよ。見つけたら騒ぎを起こさないように見張っておくね。我々にドーンとお任せください。ありがとう、みんな気をつけてね。ディストさんのことはジェドさんとアレンたちに任せて、そろそろ私たちも何をするか決めないとね。なんだよ、まだ決めてなかったのか。うん、迷っちゃって。参考になるかはわからないけれど、私たちは宝探しをすることにしたの。夏にガイの記憶を取り戻すため明鏡質量を集めただろ。なんだか懐かしいね、ガイの記憶がちゃんと戻ってよかった。自分のことポチ太郎だって言い出すし、俺のことも覚えてないしよ、さすがにあの時は焦ったぜ。悪かったよ、みんなにも助けられちまったな。そんなこと気にすんなって。お、どうした、エミル、難しい顔して考え込んで。宝箱の中に何を入れるか全然アイディアが出なくて、喜んでもらえるものがいいよね。私だったらエミルが選んでくれたものなら何でも嬉しいけどな。そりゃお前は簡単だからな。ちょっとラタトスク、どういう意味。ああ悪かった悪かった。あ、そうだ、外れ宝箱も用意して魔物たちを仕込もうぜ。こっちの世界でもオタオタレベルなら命令できるかも。いけません、怪我人が出たら大変でしょ。ねえねえサラ、どうしたの。かな、あのね、みんなそれぞれ違うことをやろうとしてるでしょ。だから私たちも何かみんなと違うことをしてミリーナたちに喜んでもらいたいなって思ったの。うん、そうだね、宝探しもちょっと興味あったけど。ふっ、サラは冒険が大好きだもんね。ふっ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 。パスカ、どうしたの。いい匂いがする、どこからだろう。あっちから風に乗ってきてるんだよ。よく見ると煙が上がってるよ。本当だ、サラよく気づいたね。目の良さには自信があるんだ。サラの目はとってもすごいのよ。場所も分かったし、あそこ行ってみない。そうだね、こっちみんなついてきて。では次にバーベキューの準備。この辺りから匂ってくるような。おや、どうやら匂いにつられてやってきたものがいるようだな。いい匂いの原因はミラたちだったんだね。何をしてるの。バーベキューの下準備だよ、いざサプライズっていう時にもたつかないようにね。うん、食材の準備ならバッチリ。お肉にお野菜に。あ、お魚がない。それなら俺に任せてくれ、すぐ釣ってくる。ありがとうセネル、助かるよ。ごめんねセネル、レイヤーはもうちょっとしっかりしないと。
食器の準備の方は大丈夫？あ、そうだった。どうしよう。今から人数分揃えられるかな。安心しろ。そんなことだと思って準備しておいてあったよ。さすが、できる男アルビンだね。クレアさんたちは何をしてるの？焼き野菜とサラダの準備よ。私はドレッシングを作ってるの。いっぱい種類があって、見てるだけで楽しくなってくるわね。ねえ、マリアン。今回はサラダにトマトを入れないでね。はい、せっかくのお祝いの席ですから、トマトとピーマンは抜いておきましょう。ピーマン？ピーマンが嫌いな大人もいるんだね。あれ？けどあっちにトマトがたくさん置いてあったよ。もしかして間違えて誰かが買ってきちゃったの？買ってきたのは俺たちだ。ルドガーさんとユルシさんはトマトが大好物ですもんね。生でも煮ても焼いても何してもトマトはうまいからな。嫌いという人もいるようだが信じられん。でも逆に考えれば嫌いな人の分のトマトももらえるし、バーベキューだからそればかり食べてもいいし。確かにバーベキュー万歳だな。お肉にお魚、お野菜、よりどりみどりね。そうだ、私たちは食後のデザートを用意するのはどう？うん、いいと思うな。みんなでいろいろ作ってみようか。それなら俺はピーチパイ希望。ピーチパイ、俺も大好物だ。種族も世界すら超えてピーチパイは食べられているのね。嬉しいことだな、クレア。あれ？そういえばデザートはミクリオたちが担当するって言ってたような。そうなの？かぶっちゃうね。みんなと違うことをするとなるとなかなか決まらないな。お前たちはミリーナにしてやることが決まってないのか？はい、皆さんそれぞれ別々のサプライズを計画してるから、私たちも違うことをしてあげたいねって。他と被らないことか。ありきたりかもしれないけど、贈り物とかはどうだろう？クリスマスでも大勢の子供たちが喜んでいたな。プレゼントは誰がもらっても嬉しいものだ。プレゼント、そういえばまだ誰も準備してないわ。そっか、シンプルすぎて抜け落ちてたよ。よし、それじゃあ私たちはプレゼントを贈ろう。無事に決まったみたいでよかったね。では次にデザートの準備。それじゃあ私たちはミリーナとコーキスたちにプレゼントを贈ろう。何を贈るか決めないとだけど、みんな少し休憩しない？ずっと頭使ってたから。甘いもの食べたいね。あら、あんたたちいいところに。甘いものが欲しいなら味見を頼めるかしら。いいの？ちょうど甘いものが食べたかったの。あれ？けどベルベット、味覚は戻ったし、誰かに味見を頼まなくても大丈夫なんじゃない？人の反応を見て味を整えるのも意外と楽しいものなのよ。だから、はい。あん、美味しい。え、ベルベット、味覚が戻っていたんですか？どうして教えてくれなかったんです？別にいいでしょ。よくありません。もうすぐケーキが完成しますから食べてください。いいですね。なんで私が。今日の主役は誰か考えなさいよ。僕のもベルベットに味見してほしいな。まあそれなら仕方ないわね。それじゃ、ベルベットさんたちのデザートを私たちが味見して、ライフセットとエレノアのデザートはベルベットが味見役で決定ね。エレノア、トッピング用の果物を切っておいた。はい、ありがとうございます。ベルベットから教わった通り、包丁で果物を切った方が効率がいいな。勉強になったよ。むしろあんな長い槍でよく料理しようと思ったわね。
一番扱いに慣れた刃物だったものだから、すまないけど、ある意味理にかなってるかもね。私も今度料理で何か切るときは。やめろ、調理場が悲惨なことになるだろ。さすがの俺も手に負えなくなる。ん？なんでデゼルの手に負えなくなるの？それは気にするな。ヤハトたち、ちょっといいかな。このアイスクリームの味見を頼みたいんだ。もちろん。ミクリオン、それなら俺がさっき味見しただろ。スレア美味しいしか言わないじゃないか。素直な感想なんだからいいだろ。それにみんなだってきっと美味しいって言うと思うけど。美味しい。ほら、みんな美味しいって言ってる。いや、君の美味しいは他の人と意味が。まあ、みんな気に入ってくれたならいいか。調子に乗らないことね。私としては旧大店といったところよ。まったく、別に調子には乗ってないだろ。調子に乗るミボ、略してチョルミボ。久しぶりだからって略すな。ミクリオ、落ち着いて。パスカ、その反応はいかんの。今のは笑うところじゃ。見事な漫才じゃと思わんのか。アイゼン、ビスケットが焦げそうよ。これくらいしっかり焼いた方がアイスクリームに合う。黙っててくれ。あら、そう。皆さん、ケーキも出来上がりましたよ。やった！どれから食べようかな。もうかなったら、食じゃなくておやつを食べるみたいだよ。それもいいかもね。リラックスした方がいいアイディアが思い浮かぶっていうもの。準備は整ったようだな。いざ、小さな宴の始まりの時。いただきます。では次に、思い出を積み重ねて。ベルベットたちのおやつ、とっても美味しかったわ。うん、甘くてふわふわで、心もとろけちゃいそうだったよ。パスカ、しっかりして。まだ何をプレゼントするか決めてないよ。あ、そうだった。うん、甘いものは補給したけど、プレゼントの内容ってなかなか思い浮かばないものね。そうだね。何かとっかかりがあるといいんだけど。そういえば、皆さん今までの思い出から何をするか決めてましたよね。私たちの思い出といったら、対バンライブよね。またバンドで演奏するのもいいかも。それ楽しそう。あ、でも今から練習するじゃ間に合わないかな。確かに今からとなるとちょっと大変ですね。それじゃあどうしよう。よ、まだ何にするか決まってないのか。ゼファー、ディストは見つかった？大丈夫だったの？うん、それが。えい、小僧ども、さっきから私につきまとうんじゃありません。私はこれから崇高な目的のため。ディスト、あなたの知能レベルは相当低下しているようですね。ジェイド、なんです、現れるなり失礼なことを。いえ、ティルナノーグに具現化される前、あなたの論文を目にする残念な機会があったんですよ。ですが、そこに初歩的な計算間違いがありましてね。あ、私の論文を読んでくれた。どの論文です。私が計算ミスするはずありませんが、話ぐらいは聞いて差し上げても構いませんよ。これです。魔教義。で、ディストさんが気絶した隙に、ワイズマンさんがディストさんを捕まえてくれたんだ。ワイズマンのやつ、ジェイドに叱られてたぜ。変なものを呼ぶなって。そっか。よかったのかな。うん。
多分。何はともあれ、アレン、リッピ、ゼファーさん、お疲れ様。それで、今はどういう状況なのですか？4人でプレゼントをしようと思うんだけど、何を送ればいいか、なかなかいいアイデアが浮かんでこなくて。それなら、自分たちらしいものはどうかな？自分たちらしいもの？私らしいもの？それなら私は、故郷のことを伝えたいな。前に聞かせてもらったの覚えてるよ。とっても素敵な場所なんだよね。うん。飴細工みたいな綺麗な花や、虫たちがいてね、光を放ってるの。月は自ら輝いていて、太陽ほど強い光ではないけれど、月の光で虹がかかることもあるのよ。へえ、そりゃすごいな。なんとも神秘的な光景ですね。飴細工のようなカブトムシもいるのでしょうか。リピはカブトムシが好きだもんね。でも私もそんな綺麗な景色ぜひ見てみたいです。それじゃあふるさとの光景を絵本にしてみるのはどうかな。絵本？うん、私絵本が大好きだから一緒に作ろうよ。うん、それをプレゼントしたい。ふるさとの景色の絵本なんてとっても素敵だわ。私も一緒に作らせて。それならみんなでやろうか。僕たちはレアフェイスの光景を描こう。そうしよう。今まで冒険した場所を一つずつ思い出して。道具と材料は私にお任せください。すぐにでも制作を始められますよ。さすがリッピー、相変わらず頼りになる。それじゃあみんなで絵本作りだね。よし、頑張るぞ。おお。では次に、これから。これで最後みたいですね。お、なんか今回短くないか。では行きましょう。イヤハートたち、どこかしら。イヤハート様たちだけじゃなく、他の共栄店の皆さんも見当たりませんよね。何なんだ一体。って待て、何か浮いてるぞ。絵本か。ミリーナ、カーリア、コーキス、そしてイクスエって書かれてるわ。みんな、このページを見て。すごく綺麗な場所よ。月が綺麗ね。あはは、こっちのページの絵、面白いな。前衛芸術っていうやつか。次のページの場所、ここ、行村ですよね。どことなく、オーデンセにも似てるわね。なんだか懐かしいわ。ミリーナ様、これって。え、そうみたいね。サプライズ。みんな、素敵なプレゼントありがとう。でも、いきなりどうして？あのね、ミリーナたちにはいつもお世話になってるでしょ。それで、感謝の気持ちを伝えたくて、みんなで内緒でサプライズを準備してたの。だからみんなの姿が見当たらなかったのか。ありがとうございます、イヤハート様。絵本が浮いててびっくりしました。あれはワイズマンさんの力だよ。協力してもらったの。おかげで大成功みたいだね。あのね、ワイズマンさんにはもう一つお願いをしてあるの。私もサラと同じようにシャドウをティルラノーグに残したいって。私のシャドウが一人だと寂しいんじゃないかってカナが。だからティルラノーグに戻ったらカナのシャドウもいると思うけれど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。嬉しいわ、こんなに可愛いカナとも一緒にいられるなんて。パスカも一緒に来てくれるみたいだし、今日は最高に嬉しい日だわ。おっと、感謝祭の本番はまだまだこれからだぜ。うん、ここからサプライズツアーの始まりだよ。何が待っているかというと、それは行ってからのお楽しみ。みんな思いっきり楽しんでね。ああ、もうイヤハートもパスカもサラもカナもみんな本当に可愛いんだから。
アーレン様とゼファー様、それとリッピもありがとな。うん、僕らも楽しかったから、こちらこそありがとう。俺は大したことしてないぜ。礼ならあいつに言ってくれ。相変わらずですね、ゼファー様も。一生懸命に絵を描かれていたじゃありません。わふわ。リッピ、実はお前くすぐられるの好きなんだろう。そうか、そうなんだな。そうだ、実は私たちからもプレゼントがあるのよ。え、どうしてミリーナたちが用意してるの？きっとみんなと私たち同じことを考えていたのかもしれないわね。もちろんイヤハートも。ミリーナ、これが俺たちからのプレゼント。新しく開発した魔境機器で、過去の記憶とかを紙に写したものなんだ。名付けて写真です。後で絵本とアルバム互いに見ながらいろいろ話しても楽しそうだね。けどその前にサプライズツアーですよ。はあ、はっはっは、待っていましたよ。ディウスト、どうしてここにいるんだ？ワイズマンさんに捕まったはずじゃ。ワイズマンの檻など子供のおもちゃ、あっという間に抜け出してやりましたよ。こりゃまた後でワイズマンがジェイドに絞られるな。それより何ですか、人をのけものにしてくだらないサプライズなど。そんなことのために私のアーク研究を邪魔したとなれば許しません。私からもサプライズです。今回は特別にあなたたちが破壊してもいいタルロー X を大量に用意してあげましたよ。うわ、マジいらねえ。つうか参加したかったんじゃねえか。これがアニスが言ってたありがた迷惑ってやつかな。なんてこと言うんですか。破壊したら多種多様なプレゼントが出てくるという新機能を搭載してあげたというのに。一応お礼は言っておきますね。ありがとうございます。ミリーナ様、俺なんて言ったら後でジェイド様に怒られますよ。ちょうど体を動かしたいと思ってたところだ。タルロ X をぶっ壊しながらのサプライズツアーと行こうぜ。ああ、そうだな。こうなったらディストのサプライズにも乗ってやるよ。みんなで力を合わせてね。それじゃあサプライズツアーに出発。はい、すいません。なんか接続が急に切れて、なんか仲間になるシーンとかっていうのは出てこなかったと思いますが、ね、なんかまさかの事故でした。で、次が、ここで終わりのはずなんだけど、次、タルロー WX 感謝祭ってやつなんだけど、これ、ポイント集めですよね。この後、何かあるのかな？いや、わからないんですよね。ちょっと、やった方がいいのかな？でも AP が20消費なんですよね。とりあえず、このクエストを確認のために一回やってみます。この次に、いや、ないと思いますけど、クエストが出て、なんだ、お話、シナリオが出てきたらちょっと困るので、おそらくないと思いますが、ちょっと試しでやってみます。はい。やっぱり出なかったですね。それ当然か。ね。多分これが高難易度クエストで、チャレンジクエスト今回ないのかな？多分ないと思います。はい、それじゃあね、ちょっとこれやっちゃいましたが、本当はここまでですね。任務10までですね。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次回ですね。次回は、この、今やりましたがね、次回これをタルロ X 感謝祭やっていきます。ではですね、また次回ですな。よろしければ見に来てください。いろいろ、魔境とかもね、頑張って引いて当てられたらなという感じですので、いや本当、本当欲しい。パスカの魔境技本当欲しいな。それじゃあね、また次回お会いしましょう。そんじゃあ、ファモッ。